どうぞルーシーさん、選手の控室はこちらです。出番までご自由に。うほー、鎧つけるぞ。わ、これもいいな。見ろ、あれは海賊貴公子。しかしなんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。あ、僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？俺はルフィ。あ、ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら、今ここで殺していたよ。え、なんでだよ。3年前、新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に、世界中がざわめいた。それがどうだ、わずか1年後湧き出てくる後輩のルーキーたち、最悪の世代が獅子奮迅の大立ち回り。記者たちはもう僕に見向きもしない。だから殺すんだ、目障りな後輩たちを全員。そうか、じゃあな。おい、まだ話は終わってないぞ。めんどくせえやつだったなあいつ。あ、なんだこの銅像。その人に興味ある？誰だ？レベッカ、剣闘士よ。それは伝説の人、コロシアム史上最強の剣闘士、キュロスだけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞこの銅像。男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか？うん、私優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ、ドフラミンゴ。え、ミンゴ？一回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと、俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ、麦わら。あ、お前はマロー、ベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い、敗れた過去を持つ。その後、ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることで、ドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー、なんでここに？メラメラの実に興味はねえが、優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるために、俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。
渡さねえ。チビ、お前なんか一瞬で潰してやるよ。剣さびきなれ。戻ってきたらこの手で切り捨ててやる。あの男はおめえには取らせねえでよ。こっちの方が目が深い。そう、君もか。だが僕の獲物だ。ゾロイタ、ここまで強いなんて。何者だあいつ。聞きながら惚れ惚れするぜ。名を隠しても人気を取るか。麦わら。ルーシー、負けないで。終わったか。覚悟しろ麦わら、今倒してやる。言ったはずだべ、お前には取らせねえ。キャベンディッシュ、エレファントマン、イズリーマグナム。こんなところで暴れないで、誰か二人を止めて。エレファントマン、イズリーマグナム。兵隊に育てられたって本当か？そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。親も同然の人なの。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えに
この国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ、Bブロック勝者はバルトロメオ。さあ次はCブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよルフィ。あ、どこだ。窓の外か。ゾロ、ピエモン、どうした。ロウ殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ。海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞルフィ。藤川、お前ら。サンジ、そっちはどうなってる。銃を追って話すぞ。まずドフラミンゴの王位放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂。トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。わかった。トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラの実、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさとコロシアムから出てこいルフィ。俺たちは先に向かってる。ゾロ殿、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。トラオを助けに行かねえと。出口どこだ。エレファントさん、エレファントさん、ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。どうする、甘いな。優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに型をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。くそ、出口どこだ。待て、久しぶりだな麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ぜあ、大会に出場中らしいなルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。せやおいバージェス、麦わらを見極めるいい機会だ。派手に暴れてこい。任せてくれ船長、存分にぶちのめしてやる。ウィーハッハッハ。メラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。ふざけんな、お前らには渡さねえと言っただろ。
邪魔者はいなくなったな。よっ、グーゼンコールエレファントガン、ジェットピストル。こんなことしてる場合じゃねえのに。あ、ベラミンだ、ちょぶいや。ベラミン、お前に聞きたいことがあるんだ。よっ、お前の用なんざ知らない。俺と戦え、麦わら。俺はもうお前を恨んじゃいない。ドフラミンゴに認められるためだ。ベラミン、どうしても戦わないとダメなんだ。まだやんのか、ベラミン。どっちかが倒れるまで勝負は終わらねえ。大会優勝も暗殺も失敗してこのざまか。俺は何も変わらぬな。もっとまで変わったよ。ベラミ、麦わら暗殺に失敗したらしいな。あんたには消えてもらう。ディアマンテ様の指示だ。悪く思うな。どけ、どこもの。なんとジェットジェル。よっ、ジェットジェル。やんのかこれ。ワーフェア先輩、感激じゃないじゃねえ。つけ立ちしたのべ。あ、お前さっきだよ。誰だか知らねえけど助かる。めっそうもねえべ。倒しても倒しても湧いてくる。見悪い人形だべ。敵が多いな。こいつもこいつも役に立たねえな。こんなりゃ俺がじきじきに消してやる。刺しておけだという。
騒ぎになるとまずい。そろそろ退散するか。どうせお前らはここから出られないんだ。ベラミン、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ、出口がなくて。このコロシアムに出口なんかねえよ。選手は一度入っちまったら二度と出られねえ。どういうことだ。お前ミンゴの部下だろ。なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る。ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう。連れてってくれんだな。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。裏切れねえ。わかった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんだ。ドフラ、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。あ、何者だ。ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよルフィ。ルーシーだ。見ろこのヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。弟？あのなあ、俺を弟と呼ぶのは死んだエースと、もっと昔に死んだ死んだ。昔エースとお前と三人で杯を。サボー！なんだよ、一体今までどこにいたんだよ。俺てっきり死んだんだと思ってた。ありがとなルフィ、生きててくれて嬉しい。サボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけど、お前だけでもよく生き延びてくれた。俺は何もできず、二人の兄弟を失うところだった。お前まで死んでたら、一人ぼっちになるところだった。ありがとう。生きててくれてありがとう、ルフィ。メラメラの実は俺が食っていいか。うん、それがいい、それしかねえ。